はい、皆さんこんにちは、京花です。今回からマクロ経済学の講義動画として、まあ、シリーズとしてねお送りしていこうかなと思っております。本日は第1項ということで、マクロ経済学の中でもまあ最も基本となるであろう国民経済計算、そして国民経済計算の中でも GDP と、そして GNI という指標についてお話しできればなと思います。マクロ経済学って何ぞやって言われると、マクロ経済学って一国全体を対象にすると。で、一国全体っていうのは、まあ、非常に大きいもので、まあ、目で見て観察できるようなものではないわけ。なので、国民経済計算っていうね、まあ、GDP 統計とかね、マクロ統計みたいな、まあ、言われるわけなんだけど、統計を通して、マクロ経済、まあ、一国全体とかそういう巨大な生き物を観察しようというのが、マクロ経済学の狙いとなってくるわけなんだ。国民経済計算と呼ばれるやつは何かというと、みんなの所得の合計みたいなイメージでいいんだけど、この国民経済計算っていうのは、今は内閣府が作っていて、かつて2000年までは経済企画庁だったかな、経済企画庁が作っていた統計で、日本経済全体を描くような統計だということなんだ。で、国民経済計算を見る上で重要な概念っていうのがあるわけなんだけど、それがストックとフローって言われる概念。まあざっくり説明すると、フロー期をイメージして、そこにお湯を溜めていくんだよね。で、まずある一定量のお湯が溜まってると、まあその一定量のお湯を S とでもしようか。で、蛇口をひねるとさ、ダパーっつってお湯が出るわけでしょ。で、なんか排水口を開いたらダパーっつってお湯が出ていくと。 S っていうだけのお湯が溜まっていると同時に、 F っていう量だけお湯がダパーって出てると。で、 F ダッシュの量だけね、お湯がダパーってまた流れてってる。で、ストックっていうのが何かっていうと、今この時この瞬間、今この瞬間に溜まっているお湯の量、それをストックという風に呼ぶわけ。まあなので、ストックって言われると、今だったらね、2022年1月時点での量みたいなね。それをストック。まあ今、お風呂のお湯で行くと、単位は、まあリットルとかになると思うんだけど、この金額ベースとかで表すんだったとするならば、何億円とかね、何兆円って言われるようなね、で表されるかな。今見たようなストックに対して、フローって言われるものっていうのは何かっていうと、F で表した流入している、水の量、またはね、出ていて流出していっている水の量、これをフローっていう風に呼ぶと。つまり何かっていうと、この一定期間あたりの数量のことをフローと呼びますよって。まあつまりね、今見たように F っていうのは1秒あたりに何リットル流れてるとかね、例えば1分あたりとかね、まあ30分あたりとかね、そういう風に測られるのがフローと呼ばれる概念だというのをまず最初にね、押さえておこう。で、このストックとフローというのは互いに関連しているということはわかると思うんだけど、まあある時点で同じようなストックを持っていたとしても、入ってくるお湯の量が違う、または出ていくお湯の量が違えば、その次の時点、その先の時点において未来のお湯の量っていうのは変わってくる。で、そうやってね、フロー家の中の状態を把握するためには、このフローとストックの記述っていうのが非常に重要になってくるんだけど、まあこれね、フロー家で今見ているわけなんだけど、一国全体としても同じこと、マクロ経済、国全体の経済についても同じことで、月々の生産額の変化だとか、月々の、まあ、生産量でもいいし、株価の変動でもいいし、まあそういうものとともに、今持っている資産の量、まあストックの量にも影響されるということで、企業の場合はね、なんか財務諸表とかね、いろいろね、貸借対照表とか、損益計算書とか呼ばれるようなもので記述されると思うんだけど、一国全体においても同じような感じで、ストックとフローっていうのを記述していく必要があると。まあ把握するためにはね。っていうことで、そういうふうに一国全体のストックとフローを記述したものっていうのが、国民経済計算って呼ばれるもの。で、まずはね、その国民経済計算の中でもね、GDP 統計って言われるものを見ていこうと。で、GDP 統計っていうのは、フローを表していると。で、もう片方に国民貸借対照表っていうのがあるんだけど、それはね、ストックっていうのを記述していると。で、まあよくね、みんなが目にするね、GDP とかね、国民所得って言われると、これはまあフローの統計であるということを理解してもらえればいいかなと思う。ま
まあそこでね、よく出てくる単語として国民所得っていう単語が出てくると思う。ある国の国民が1年間に得た、またはね、得る所得の合計というのが国民所得であると。まあ広い意味での国民所得ね、これ。まあ狭い意味での国民所得ってまたちょっと違った定義になっちゃうんだけど、広い意味で国民所得と言われると、ある国の国民が1年間に得た所得の合計。で、この国民所得って何のために大事かって言われると、一国の豊かさを測る上で国民所得っていうのが大事だって。国民所得が多い方が所得が多いから豊かだろうっていう。まあね、ここでね、勘の鋭い人は一人当たりとかなんかね考えると思うんだけど、とりあえずそういうのは置いといて、国民所得が大きければ大きいほど所得が多い、だから国民の豊かさを測る指標としてこれは重要なね値なんだと。ではなぜその国はそのようなね国民所得を得ることができているのかというと、それはその国がその分の何かしらの価値っていうのをその期間中に生み出しているからなんだよね。価値を生み出していたからみたいな話をしたんだけど、これはね、後ほどね、また詳しく説明していこうと思う。で、一国のね、経済活動の、まあ、大きさっていうのを表す指標として、最も有名なもの、最もよくみんなが言いたりする、聞いたり見たりするものとして、国内総生産、いわゆる GDP って言われるやつね、グロスドメスティックプロダクトって呼ばれるものがあるんだけど、国内総生産、まあ、GDP の定義、書いておくと、1つ目一定期間内に、2つ目ある一定範囲内で、まあ大体はね国内だね、一国内で、で3つ目生産された、4つ目ね固定資本原毛を差し引いていない、固定資本原毛っていうといわゆるね減価償却のことね、それを差し引いていない、そして原則として市場価格で示した、6つ目付加価値の合計であるということ。で、これ重要なね言葉なんでちょっと説明しておくと、一定期間内にっていうのは何かっていうと、これフローの概念、先ほどね説明したフローの概念なので、一定期間内にっていうようなことで、通常はねこれ1年間で表す、1年間にどれだけ生産したのかみたいに、どれだけ価値を生み出したのかみたいな形で描かれることが多い。それなぜかっていうとフローの概念だから。次に一国内でっていうのは何かっていうと、例えば本当に文字通り国内で生産されたものっていうのをここでは計上していく。つまり日本人が生産しても外国人が生産しても、日本国内で生産されていれば GDP に含めますよっていう。ただ日本人が外国で生産されたものっていうのは計算に入らない、日本国内で生産されていないから。まあね、日本人が外国で生産されたものっていうのは何に入るかっていうと GNP とかね言われるものに入るわけなんだけど、まあこれはねまた後ほど説明します。で、3つ目、次生産されたっていうのがねあったと思うんだけど、 GDP っていうのは生産されたものを合計しますよ。だから生産によらない儲けっていうのは GDP に入らないんだ。例えばね、株のキャピタルゲインだとか、株のキャピタルゲインって何かというと、株が値上がりした、それによって差額分だけ利益が生じた、これはね GDP に入らないんだ。だって生産によるものじゃないから。あとね、土地の価格の変動っていうのも GDP に入らない。まあただね、土地とかね株とかのね仲介手数料っていうのは GDP に入れますよっていうのが例外としてあるんだけど、ただの値上がり益っていうのは GDP の計算には入りません。ただ株とか土地の値上がりで儲けた企業っていうのが生産量を増やすと、その生産量が増えた分っていうのは GDP に含めるよっていうね。あとね、これね、生産されたっていうところで中古市場の取引っていうのは GDP に含めない。まあ中古市場の取引っていうのはもうすでに過去に生産されたものを対象としているので、これは新しくね今ね生み出したわけではないので、中古市場の取引っていうのは GDP の計算には入れない。ただ中古市場の取引においても仲介手数料は何らかのサービスを新たに提供しているっていうことで GDP に含めると。まあね、そのサービス分だけね、なんか付加価値をね、生み出してるってことで含めるということになってる。次に、固定資本原毛を差し引いていない、まあつまり含んでいるっていうね、グロスの意味。
まあ、これがね、グロスなんだよね。GDP の頭についてるグロス、ね、グロスドメスティックプロダクトのグロスっていうのは何かっていうと、この、4つ目に書いた固定資本源も差し引いていないっていうこと。漢字で書くと、そうとか、荒いって書かれるんだけど、この固定資本源もって何かっていうと、その生産とか行うと機械ってね、例えばね、ネジがすり減るとか、型が来るとか、ちょっとうまく合わなくなってくるとかな、まあいろいろあると思うんだけど、生産していると機械の価値っていうのはどんどん下がってくると。会計学とかね、簿記とかね、商業系のところとか出身の方だったらわかるかもしれないんだけど、機械の価値っていうのがどんどんね、減少していくっていう、それもなんか帳簿で書いたでしょ？まあ、そういうようなことなんだけど、それは入っていない。そういう機械だとか、まあ生産機器とかね、車用車とかね、そういうものの固定資本源もというか、減価償却っていうのは差し引いてませんよっていう。ちなみに、GDP から、この固定資本源も今減価償却を差し引くと、国内純生産と言われて NDP って言われるようなね、指標に変わるわけなんだけど、これもね、また後々説明するので、今ちょっと置いときます。で、原則として市場価格で表示したっていうことなんだけど、まずね、市場価格、物の価値っていうのが、いやー、俺、この車に対しても、なんか、買い難い価値を持ってるから、みたいな。この車の価値マジ金貨500枚みたいなこと言われてもわかんないわけよ。みんなで共通の価値基準にしておかないとなんかよくわかんないということになっちゃうので、まあ市場価格、まあ客観的にね、みんながね、はあなるほどみたいななんかしっくりくる価格価値で表すということで、まあ市場価格で、ね、表しますよっていうね。つまりね、市場で取引されたものだけなんだよね。まあ市場価格がついているものだけ GDP に含めていると。まあつまりどういうことかっていうと、公害とかね、市場で取引されないもの。例えばね、うわ、公害めっちゃ出してる企業がいる。もうこの公害の不利益、これ市場で取引されていない。なので GDP には含めない。またね、市場で取引されないので、専業主婦になった場合の家事労働っていうのは GDP に含まれません。ただし、家事労働に関して、育児サービスや、その家事代行サービスを購入してやってもらった場合、これっていうのは GDP に含めますって。まあ、公害っていうのは、まあ、みんなのね、豊かさっていうのを、まあ、悪化させるわけなんで、本当はね、その豊かさを測る指標としては公害を入れたいんだけど、GDP にはね、ちょっと含めることはできませんよっていうのをね、まあ、注意しておいてください。まあ、ここで GDP に含めるものとして、ちょっと例外を3つ、これお話しておこうかな。市場でね、取引されていなかったとしても、GDP に含めるもの、3つあります。何か、まず1つ目、帰属家賃。帰属家賃って何かっていうと、持ち家に住んでいる人。持ち家に住んでいる人は、大家さんから家を借りて、大家さんにお金を払ってるわけではない。だって、自分の持ち家だから。でも、その場合どう考えるかっていうと、例えばね、月ね、月、なんだろう、一軒家だったらどのぐらいなのかな、月10万、15万円ぐらいすんのかな、月15万円ぐらいの家賃が、まあ、基本的になんかかかりそうなお家に住んでる人は、自分自身にお家を借りてると。自分が大家さん、借り主も自分。自分に月15万円、家賃を払って住んでるというふうに考えるわけ。で、この分、この借りに自分に貸して自分に払うっていう、この場合の家賃っていうのを帰属家賃、持ち家に住んでる人が自分自身に借りに払う家賃のことを帰属家賃と呼んで、この帰属家賃っていうのは GDP に含めますよ。これ、例外の一つ目。で、例外の二つ目としては、農家の自家消費って言われるやつ。いやー、農家さんがさ、自分の田畑で作った米、じゃがいも、人参、ほうれん草、なんでもいいんだけど、自分の田畑で作ったものを消費することを、農家の自家消費っていう風に表す。で、この場合ね、自分で作ったものをわざわざ自分に、これ、100円です、みたいな。あ、買いますよ、みたいなことはやんないわけじゃん。だからやんないから、市場で取引はされないわけなんだけど、でも、自分で作って食べる人参とか、じゃがいもとか、さつまいもとかっていうのも、まあ、価値としてはね、生産を行ってるよねってことで、その農家の自家消費っていうのも GDP に反映しますよっていうね、これ GDP の例外二つ目。で、例外三つ目としては、警察、消防、公共サービス。ね、防衛とかね、まあ、公共サービスあると思う。その費用っていうのは、我ら買ってないわけよ。我々はさ、警察官にさ、
ちょ、困ってることあるからさ、ちょっと10万払うからこっち来てよみたいなこと言ったらさ、ちょっと贈賄とかが発生しそうじゃん。なんか別の罪になっちゃいそう。まあ、救急車をさ、我々が呼んでも価格ついてないでしょ。ただでしょ、基本的に。で、そういう公共サービスっていうのは市場で取引はされてないわけよ。なんだけど、公共サービスも何らかの価値っていうのを生み出してると思う。今ね、言ったように。ないとみんな不便じゃん。ない、あった方がみんな嬉しいじゃん。公共サービスがちゃんとしてる方が国として豊かじゃん。っていうことで公共サービスは GDP に入れると。まあ、公共サービスに関してはね、市場価格で表示されないから、表示することができないから、要素価格表示で GDP の方にね、計上するわけなんだけど、まあ、細かいところはね、まあ、良いでしょう。まあ、こういうもの、この例外3つっていうのも GDP に入れるんだっていうことをね、ちょっと覚えておいてください。最後ね、付加価値の合計だよっていうのを言ったと思うんだけど、付加価値って何かっていうと、その企業が生み出した、またはね、付け加えた価値のことを付加価値というふうに呼びます。まあ、GDP っていうのは、その中間生産物、まあ、原材料、原料だね、の二重計算っていうのを避けたい。だから付加価値を合計していきますよっていうね。例えばね、トヨタっていう企業があって、ね、車を1台生産するのに、多分ね、電装とか、愛信とかね、まあ、ティア1と呼ばれる企業から、なんか部品、いろいろ買ってますと。で、さらに、そのティア1って呼ばれる企業は、ティア2って呼ばれる企業、さらにティア3、ティア4って順番に続いていくんだと思うんだけど、すべてね、例えば、エンジン、いくら、みたいなものがあって、さらに、車、最終的に作った車、いくら、みたいな、そう、全部足してっちゃうと、その中で使われた中間投入物、中間生産物、それらすべてね、含まれちゃうと。でも中間生産物ってその企業が新たに生み出した価値じゃないよねっていうことで、中間投入物、中間生産物の部分は引きたい、差し引きしたいっていうことで、付加価値だけを計上していきますって。じゃがいも農家さんが芋を20円で売りました。種から作ってじゃがいも育てて20円で売りました。そうすると、次ね、じゃがいも仲介業者みたいなところが、20円のじゃがいもを買って、40円でポテチ作るメーカーに売りました。で、そのポテチ作るメーカーが、40円で買ったじゃがいもを、80円でポテチにして、卸売業者に売りましたと。その卸売業者っていうのが、80円で買ったポテチを、100円で、まあ、いろんなね、スーパーとか、販売店に売りましたってなると、今ここで、作られた付加価値っていうのを順番に足していけば、20足す20足す、全部20にしちゃうとか。まあ、付加価値分を足していくと、100円ってなると思うんだよね。だからその間にある中間投入物っていうのは足してませんよっていうことを押さえておいてください。で、今ね、見たのが GDP って言われるやつなんだけど、GDP っていうのは、まあ、一国全体で生産されたものを見るっていう分にはいいんだけど、じゃあ、日本国民が生産したものっていうのを捉えたいとなった場合は、GDP ではなくて GNP っていう指標を使っていきます。これは国民総生産と言われて、グロスナショナルプロダクトですね。略して GNP って言われるわけなんだけど、定義としては1年以上居住する人を国民として数え、国民の経済活動の規模っていうのを表す。これが GNP です。まあ、GNP っていうのは GDP に対してどう定義が変化してるかっていうと、GNP の定義は GDP プラス海外からの要素所得受け取りマイナス海外への要素所得支払い。こういう定義になってます。まあ、ちなみにね、GNP よりね、今はね、GNI っていうね、国民総所得っていう統計がね、主要統計指標としてね、用いられてます。まあ、GNP とね、GNI ってね、ほとんど、同じだと思っていただいて構いません。まあ、基本的にね、GNI でね、表されることが最近多いんで、GNI でね、まあ、説明したいと思うんだけど、まあ、グロスナショナルインカムね、ここで今見た要素所得っていうのは何ぞやって言われると、要素所得っていうのは海外に保有する資産、まあ、例えば株とか債券とか土地、そういうものが生み出す投資収益とか、出稼ぎ労働者って言われるような人たちかな。まあ、例えばよ、今で言うと、大谷翔平選手がアメリカで稼いだ労働所得っていうのは、日本の GNI には含まれます。でも、日本の GDP には含まれない。これ、大事ね。
日本国内でね生産してないからね、所得を得てないので GDP には含まないんだけど、日本人がアメリカで稼いだ分っていうのは GNI には含みますよっていう。なぜ GNI が重要になってきたかっていうと、日本が保有する対外資産っていうのがどんどん増えてきたわけだ。でどんどん増えていくにつれて、その GDP と GNI の値がどん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 ね乖離してったんだよね。でその海外にあるそういうような資産っていうのも、まあ、無視できない大きさになってきたので、 GNI っていうのも重要だよねっていうね。まあ日本っていうのは海外資産多い国なので、 GDP よりも GNI の方が大きい値になってます。つまり日本っていうのは要所所得の、まあ、受け取り超過国であるっていうことも、まあ、ちょっとね頭の片隅にね覚えておいてもらえればいいかなと思います。はい、本日は GDP と GNI について少しねご説明してまいりました。今回取り扱った内容をより詳しく、聞きたいよっていうね方いらっしゃいましたら、今日のこの後今回の講義に対するライブ配信の枠を立てております。またはねオフィスアワーのつもりで今日の雑談配信なんかに気軽に来てね、質問とかねなんか投げていただければいいかなというふうに考えています。今回の動画が役に立ったとかためになったなって思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。